あ、ショートハイクやっていきまーす。ニューゲーム。この景色はずっと眺めていられるね。クレア。今年の夏はきっとここで楽しく過ごせるだろうよ。たまには都会を離れるのもいいことだよ。気分転換に少し休んでさ。寝ちゃったのかい？あ、寝てない。なんとか起きてる。だから二人いるね。もうすぐだからね。フェリーまであと少しだ。はい。まあなんか、のんびりこのゲームをやっていこうかなと思います。あ、ハンブルオリジナル。バイ、アダム、はい、もういいわ、この辺は。読める速さじゃない。さあ、クレア。ジャンプができる。なんだ？携帯電話。電波がないと使い物にならない。オフラインではゲームを遊べない。オフラインで遊べるゲームもあるけどね。このゲームとかオフラインでも遊べると思うけどね。ちょっとね、まあ、とある人の配信を見ながら、ちょっとやる感じです、今日はね。はい。そういうのにも、このポルクゲーム記録を使っていこうかなと。ジャンプしかできないんかな、鳥やけど。あ、泳げる。え、泳げるんや。泳ぐのもいけるタイプの鳥。なんだ？カメラがすごい。あ、なんだ？あっちにも行けるぞ。おうおお。自由度が高いのでは？貝殻をゲットした。何に使えんのやろ。ゲーム音量バランス大丈夫かね。まあ結構基本的に静かやから大丈夫やと思うけど。貝殻が集まっていく。君は何だい？よっ。この上昇気流は完璧だ。いい感じに急降下できるぜ。どうやって急降下するの？超簡単だぜ。まあちっとは練習がいるかな。はい。グライドをする。A 長押しでグライド。あ、知らんかった。はい。で、地面から離れて高く飛べたらスティックを離して急降下するんだ。A 長押しを忘れちゃダメだぜ、と。もう、急降下できれば、いいと。長押しして、で、スティックを離し、はい、もう一回。今のでいいの？ちょっとリラックスしてたところ、SPF50 の使い、なの、何それ？もう一回。はい。それは知ってる。OK。スティックを離す。長押ししたまんまスティックを離せばいいってことかな？これに乗れば、とりあえず空を飛べるみたいですね。お！で、急降下はスティックを離す。あ、確かに急降下したわ。A を押したまんま急降下。A を押したままスティックを離すと、急降下ができて、で、スピードがつくと。いうことらしいですね。おお、空飛ぶと曲が流れる。いいね。おお、高く飛べば飛ぶほどこう世界が広がっていく感じのこの BGM のタイミング。あ、で、下に着くとまた BGM が消えるのね。いいね。ちょっと楽しいね。もう、この演出だけでだいぶ楽しいよ。なんか上にね、宝箱があったんよ、そこに。ちょ、あかん。間違えた。スティック入力を何もしなかった。もう一回。で、スティックを倒さないことで高さを維持することもできるから、急降下したりしなかったりするのが大事。ちょっと、待ってね。乗ってくれ、風に。オッケー。で、あの上に宝箱があんのよ。あれを取りたい。おい。コインをゲットした。さあ、貝殻もあれば、コインもあるということで、何が金なのかな？貝殻が金なんかなと思ったんですけど、コインもあるようですね、どうやら。こんな感じで一応飛ぶことができると。風があればそれに乗っていけるのかなという感じですが、あ、登れるね。登れる。あ、登れない？登れねえな、これ。お、宝箱ある。これ、とにかく、探索をしていけばいいのかな。あ、コインや、また。いきなり、さ、違う島に来ちゃったから、それが良くないかもしれん。あ、ここ最初の島やわ。まずここをさ、順当に探索しようや。なんか、あったよ。貝殻か。
燃えるよ、こんなとこ行ったら。お、俺がクレアか。電話が来るの待ってたの。待ってたってかかってこないだろうよ。あー、電波が悪い。携帯電話持ってるのに。ホークピークにでも行けば多少は電波があるかもね。あるかもね。うん。そう、今配信に目をやってます。お前もとっくの昔に登ってると思ってたけどね。あ、出前も来ました。動画なんか撮るなっていう話ですね。こんな時にね、こんな状況でね。はい、ちょっと待ってね。はい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 。まあ、のんびりゲーなんでね。見ての通りののんびりゲーなので、飯食いながらとかね、やろうかなと思います。私の今日の晩ご飯はね、天津飯です。天津飯とコーラ。いいでしょう。天津飯はね、やっぱね、神の食べ物なんで。さあ、ちょっとゲームの BGM がね、焚き火の音しか今流れてないんですけどね。届いたからには食わないとね。ちょっといくらなんでもポルクゲーム記録やからって自由すぎるかな、これ。だってゲームやり始めたと思ったらいきなり飯食ってるもんね。でも、撮り直したりはしません。なんたらホープ？高い場所に行きたいとは思ってたんや。行きたいとは思ってたけど、まあ、忘れちゃうぐらいのね、そういう願望ありますよね。あれしたいなーって思ってたけど、今すぐにってわけじゃないから。まあ、いつか、行けたらいいなっていう場所とか、いつかああいうことできたらいいなとかね、思いつつなんか忘れてしまうみたいな、そういうリアルな感じですよね。リアルな人間の心理。人間じゃないけどこいつ。
さてさて、とりあえず天津飯をね食べますよ私はね。いや、早よゲームしろよってね思うかもしれないんですけど、うまいわ。あれ？あ、入った入った。うめえ、この天津飯。ちょ、止まらん。そして飲み物はコーラなんですね。コーラ、コカ・コーラ。ジュース界のキング。まあ気分によってコーラより美味しい飲み物はあるけど、気分によってはね。でもあのデフォルトフラットな状態だったらどう考えてもコーラが一番美味しい。ですよね。うん。コーラはコーラでもコカ・コーラね。ペプシとかでは再現できないこの圧倒的王者感。うん、ちょっとまだその気になれなかったっていうか、ホワイトコーストトレイルから北へ向かえばいいのさ。ホークピークの看板をたどるんだな。にすぐに見つかるから、そこを。あ、こっちか。パークレンジャーの小屋っていうのもあると。あ、なんか誰かいるね。おう、なんだい。あ、知ってる知ってる。なんか、おう、ここ登れるやん。なんかあるよ、コイン。ちょっと順路をちょっとね無視した感はあるけど、ただまあ結局帰ってきたんで。お、滝が流れてるね。貝殻を15個持ってきてくださいと。今俺貝殻何個持っとんやろ。5、あと10も集めなあかんやん。まあひたすら探索をしていく感じかな。これ貝殻でしょう。貝殻6つ目。さあ、なんか家があるね。パーク、あ、これパークレンジャーの小屋？あ、そういうことじゃないか？お、曲が流れ始めた。ちょっと高い位置にいるってこと？これコインやな。コイン、貝殻。これ何？あ、木の棒も拾えるんや。いろいろ拾えますね。ホワイトコーストトレイルをとりあえず目指せって言われたけど、まあ言われた通りに進むわけないよね。あ、木の棒なんか手に持ってるやん、こいつ。木の棒が欲しいって言ってくる人もおるんかな。ほい。ネズちゃんがいる、ネズちゃん。今何時かわかるかな？時計をなくしちゃって。うん。あ、時計をなくしてもたんや。そんな大事やのに。そんな大事な時計やのになくしてもたと。見つけたら、教えてくれってね。ネットで売るなって言われたけど、電波悪いからネットで売れないんよな、多分。宝箱発見。宝箱が見つかるとコインが結構稼げるね、なんかね。うん。道が険しくなって登れない。黄金の羽があればどうってことないんだけど、ビジターセンターで買える。
ここはもう登れないかな。うん、登れなさそうやね。黄金の羽、まあおそらく飛べる高さが上がっていくんじゃないかな。その黄金の羽を手に入れれば同じとこやな。ダメだ、ちょっと待って。なんかこっち登れそうじゃない？こっち行けるやん、ほら。あ、でもその上が無理。とりあえず今は限界っぽいね、この辺は。お、なんかあるよ、橋がかかってて。先進班がね、冷めちゃうんで適宜食いながら。マジでうまい。リピートしよう。初めて頼んだんですけど。あとね、あんま高くないっていうね。そんなに高くないっていうのがまたいいところ。お、なんか、クライミングしてる人いる。はい。ボルダリングか、あれ。うん。小耳に挟んだんだけど、噂話って好き？まあね。はい。ジム。金属探知機を買ったらしい。金属探知機を使うこともできるんか？なんか。はい。いい会話やな今の。今は忙しい。そうね。あ、そうなの？世界35カ国に何百人もの会員がいると。会話がおもろいな。うん、心の弱いものには無理なんだ。波定定のやつでは到底無理。そこまででもないのよ。まあ、せっかく勧誘してんのにね、門前払いみたいなこと言われたらね、迷惑よね。入りましょう。だって、入らな無理なんでしょ。あいつなんなんや。思ってないな。なるほど。ビジターセンターにとにかく向かわないといけないっぽいね。君はなんだい？うん。え？貸してくれんの？そらそうよね。こいつおせっかいやな、急に。なんか言ってた。なんて？あ、もっといいシャベルがあれば、交換すると。お、登れた。動物の森の落とし穴のマークがあるぞ。ここ掘れるんやろな、シャベルがあれば。あ、ビジターセンター、この下の方か。ついにビジターセンターがあるらしいんやけど、これ道なりに行けばいいんかな、それとも海を渡って行った方がいいんかな。あ、こっちや。そう、黄金の羽が欲しい。あ、でもコインがいるとか言われそうじゃない？うん。40コイン。買う。あ、持ってたらしい。はい。空中で A を押すとダブルジャンプができる。はあ、なるほど。なるほどね。この黄金の羽を集めていくことによって、どんどん行けるところが増えていくと。ええやん。楽しそうやん。で、このクライミングもできるようになるとね。
ちょっと登り方を教えてくれ。低い壁から挑戦しましょう。 A を長押し。あ、登れた登れた。誰でもできるだろ。本物のプロはもっと高い壁を越える。はい、ここ登れるけど、お前登れてないやないか。飛ぶより登った方が体力が長持ちする。はい、これでホークピークを登れってことですね。おお、すごい。どんどん黄金の羽を手に入れたいね、これは。めっちゃ動物の森やけど、この魚のシルエットの感じとか。釣りできるんかな？てか、木の枝どこ行ったんやろ、俺。木の枝持ってたのに。持ってるやん。なんか手に先持ってたのになんか、落としてるな。メテオレイクでマラソン大会があるんだ。あ、シャベルあるやん、シャベル。こいつに渡そう。スコップをゲットした。ねえ、ちょうどいい大きさのスコップを手に入れたよ。掘れなかったみたい。ジム？あ、あいつが、さっき、クソデカスコップ持ってたあいつが、あれか。あの、金属探知機を手に入れたやつかな。どこやったっけ、あのスコップのやつ。あれ？ちょ、天津飯タイム。熱っ、めっちゃ熱なってきた。熱っ。コーラはうまい。天津飯とコーラの組み合わせ、幸せ。あ、ここ登れるようになったんじゃない？まだ無理？お、登れた。ホワイトコーストレイルを進めって言われた気はするけどね。違う、あれよ、スコップ持ってたやつ、宝箱、金がめっちゃ貯まるね、コインが。コインより貝殻の方が欲しいけどね。スコップくんどこ行ったんや。俺さ、もう掘れるところいっぱい見つけたのに。うえ、羽あるよ、羽。よし、届く、これ、多分届く。これ多分届くやつ。え、無理？え、無理な？でも、この上からこういう風に渡ってやれば、無理か？無理なのか？君。ねえ、君、無理なんか？こっから行けば行けるやろ。オッケー！いいねー。おお、2回2段ジャンプができるようになったよ。もはや2段ではないね。3段ジャンプができるようになった。この感じも
この植わってるこの木の苗の感じも動物の森よ。めっちゃ動物の森の感じやね。そう思ったらさ、このこういう住人おったよね、動物の森に。あ、何回でも売ってくれるんや。あ、なるほど、これで最後の1枚と。もうだいぶいけるよ。もうでもスコップくんどこ行ったんや。いや僕にこのゲームが向いてないところがあるとしたら、おった、方向音痴というところですね。はい、よし、交換、シャベルをゲットした。 Y を押して持ち物から選んで手に持てばいいのさ。持ってるっぽいですね今ね。でさっき見つけたような穴掘れそうなところ、ああどうしよう。ああなんかマラソン大会とか言ってたな。ブラックウッド、こいつ優しすぎやろ。ああマラソンに出ようとしとんのか。スポンサーからいただいたってこいつ、なんなん、どういう生き方をしとんだ。でこのどうやって使うんだ。 B で掘る。お、コインが手に入った、いいね。こういう感じで掘れそうなとこどんどん掘っていこう。えい、コインがたまる。おい、ナイション。ああ、うん、え、お前それ頭につけて走っとったやろ。汗だくじゃないんか、そのヘッドバンドは。それ女の子に渡そうとしてんの。唐突に天津飯タイムが始まっています。私音楽の雰囲気もいいね。なんか全体的に雰囲気が好きやわ。なんかのほほんとしてて。でも天津飯を食ったということはコーラを飲むんですよ今から。あーうまい。とりあえずゲットしました。まあ汚いと思うんで多分ね。どんぐらい登れんのやろ。あと壁も登れるはずよね。お、登ってる登ってる。壁登れることを完全に忘れとったわ。オッケー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 、登れた。なんか光ってるよ。あれ？ん？光ってるけどな。ダメか。登った方が体力の消費が少ないって言ってたからね。登れるところは登っていこう、どんどん。メテオレイクと展望台かな。ここはでも羽がたまれば登れるようになりそうやな。なんかあるね、ここに。さっき読んだ。もう看板激虫、完全虫。激虫ってない。
持ち悪い言葉やな。誰が使ってんねん、そんな言葉。あの奥は？え、カメラが。貝殻拾いの、この苗を掘ることはできひんのかな。あ、無理っぽいな。動物の森ならね、あれ掘り返して、せっかく育てた分を無駄にすることができるんですけどね。なんか変な音がする。そういう音楽？あ、そういう音楽やな。あれ？あとここになんかさ、船あったよね。お、誰かいる、カモメくん。やあやあ、仕事サボってるんだ。はは。まあ確かに言う相手がおらん。いいね、俺もそんな感じで働きたいわ。まあまあ、何はず、宝の地図？どこで見れんの？これか。地図と呼ぶには謎に包まれすぎている。水の中で迷子になった船。捉えたのはまっすぐな光。だから埋めたの、その影に。何を埋めたの？ふぅ。コーラの飲みすぎで。ゲップが。彼の宝を。灯台森の娘のために。地図では全くないですね。完全に文章しか書いてない。いやー、これはね、登れないやつ。お、意外と登れるっていうね。黄金の羽まだ3しか持ってないけど、3だけでだいぶいけるところが広がってるよね。ここを登るのはさすがに厳しい。ちょっと最初これ以上いけへんなって言ったところがいけるようになってる可能性があるから、ちょっと最初に行ったこっちもう一回見てみるか。そろそろ看板の方に行こうかなとかね。思ったりしつつ。こいつなんか話しかけたよな。あ、はいはいはい。それは最高だね。そうや、上昇気流がここにあるんや。あ、もうなんか最初無理やなとか言ってたところはもう行ったんかな。うん、こうやって飛ぶとなんか曲が流れるね。お、なんか雨降ってきた。この辺は来たことないとこか。この行けるね。いや、これ登れるかな。あ、無理か。あー、これあー無理なやつか、これは。さすがに無理っぽいね。別に A 押したから拾ってるわけじゃなくて、上通ったら拾ってんのか、コインとか。この辺登れるやん。なんかあるよ、ここ。ここ乗れるよ。待って。まずいまずい。あー、せっかく登ってきたのに。せっかく登ってきたのに。あー、降ろされた。ひどいやー。お、こっからいけんじゃない。お、いけたいけた。
いや、金はどんどん溜まっていってるけど、使い道がないね。ここどこなんや。お、また晴れてきた。オレンジアイランドやって。おう、調子はどうだい。クレアのことみんな知ってるな。ちょっとラスト転身反対もします。さすがに放置しすぎて冷めてしまってる。鼻かみタイムもしていいですか。していいですかっつってね、するしかないんですけど。もうだって生配信でもない、コメントでダメですとか言われもしない。ここは自由な空間。あ、でも炎上するような発言はしてはいけません。生娘しゃぶ漬けとかね、そういう発言はしてはいけません。いけませんっていうか、いけないことはまあないけど、まあしたら引かれます。はい、企業戦、いくらね吉野家の企業戦略といえども、キムチ詰めしゃぶ漬けはもうねいけませんね。うん、いやー、これうまかったわ。この天津飯、牛丼の話しながら天津飯を見てるけど、よし。モーターボート？おい！乗れる。鍵はこれだ。何それ、知らないよ。呼んでないよ。はい。お、マニュアル。操作方法が載ってるかな？ A を押す前に進む。B でバックする。Y で降りる。X で汽笛を鳴らす。簡単にできそうか？不適切な使用が原因でボートが動かなくなってしまっても慌てないでください。恥じらいやプライドを捨て、より経験のあるベテランに助け求めると良いでしょう。まあ大丈夫でしょう。こいつののんきな性格いいな。お、これで進める。うえぇ、早っ！めっちゃゲップしてるけど。早い。見え。カメラ操作がそこまで自由度がないんやな。やばい。あ、これラジコン操作やし。ラジコン操作なのでちょっと難しい。あ、うん、ラジコン操作じゃないんか。いや、ラジコン操作ではない。ラジコン操作じゃない。なんだ？ん？なんだこの曲は。あ、こっちはいけないね。え？これ最初におった場所じゃないの？あ、でもモーターボートを手に入れたからこんな感じの曲になってるのかな。そこで降りれると。この辺にね、キラキラがいっぱいあったんで拾っていこうかなと。
コイン。こっち行くとホークピーク島ですと。ホークピーク島を目指してるんやったっけ。貝殻15個って言ってたよね。あと1個で、なんかくれる子がおったよ。あ、あとさ、俺、マラソンのさ、なんか頭につけるバンド渡してねえやん、そういや。まあ、汗がついてるはずやから、乾かしとこうかなと思っただけなんですけど、しばらくね。何このびちゃびちゃのバンド、つけたくないとか言われたら嫌やから。周りから登っていく感じやな、これ。お、登った方がいいか。お、小屋があるぞ。コイン。建物に入れるとかいうことはないんだな。これ帰ってきただけやね。これスピードつけることなんか意味あるんかな。うん。すごい質問よ、なんか。このちっちゃい島はなんだ？何もなさそうやな。見て。動かなくなることあんのかな？なんかバグとかってことかな？バグったら、どっかにワープさせてくれる人が、おるんかな？この辺に、こいつやな。バンドを欲しがってたやつ。はいはいはい。あげましょう。これじゃないみたい。汗じみの箇所が違うもの。やっぱ汗でバレたやないか。テイラーさん？地区チャンピオン。お！よりいいものをあげたかもしれない。より喜んでくれた。ランニングシューズをゲットした。X 長押しで走れるの。走るには体力を消費するのか。なるほどね。あ、でもダッシュないんかなとか思ってたから、まあダッシュ能力は手に入れたね。ダッシュ能力、まあ、なんか必要なんかな。うん。まあ期待してるみたいな言い方してたもんな、なんか。あの子は、あの子には。出てほしいんだ、俺も、みたいな。言ってたような気がするから、ウィンウィンというやつですね。ブラックウッドトレイル？ブラックウッドがなんとかって言ってたよな、そういや。ダッシュですぐ体力が、黄金の羽が尽きてしまう。なんかホークピークにも行ったんじゃないか。ワニ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 、おい待てお前。うん、世界中のマラソンに出てるらしい。遅えな、その割には走るのが。まあ俺は短距離走の走り方やけどな。体力を全部使ってる。あ、ルール読んでないの？誰かも同じことを頼んでる、俺と。もう申し込み終わってるのに出れないかっつって。お、宝箱発見。お、釣りしてる。俺も釣りしたい。よっ、ええやん、釣り竿ゲットした。 B を押すと竿が投げれる。で、あの魚影
魚影がないよ。でも待つんだ。待たなあかんのかな。待っとったら魚影が出てくんのかな。もう一度投げた方がいいかな。それか場所を変えてみるとか。この場所で大丈夫。いい兆しらしい。え？そうなん？B を押して引き上げて。完全に。何？何？見てなかった。連打したらいい？はい、なんか釣れた。鈴木じゃね？来い。動物の森と一緒やん。うん、動物の森です。この釣りシステムは。配信にコメントするか。あ、ちょっとどこに釣り竿を投げるの。動物の森と違って地面に釣り竿を投げることもできる。ちょ、魚影のあるところにやっぱ投げたい。あ、ポチャンってすると消えちゃうな。でも魚影が、あ、はい、来た。なんか細長いの釣れた。カワカマス。とりあえず投げて待っときゃいいんやな、ほんまに。またカワカマスや。で、だいぶでかい。大カワカマスが釣れた。なんか動物の森の目的あるバージョンみたいな感じでいいかもしれない。熱い。開けてない宝箱かと思ったら開いてた。熱いな。それにしてももうアイテムがすごい量あるよ。そろそろホークレイクトレイルを目指してみるっていうか、っていうか、もう行ったんじゃない、ホークレイル、ホークなんとかには。なんかね、うろうろしすぎてるんで、ホークピークには一回ついてるんじゃないかという気がするね。違うっぽいな。こんなとこ来てないな、雪国。めっちゃコイン落ちてるけど。あ、でも1コインずつしかないな。超熱い。なんだお前、なんか特別な存在っぽいな。お、欲しい欲しい。高くね？こいつ悪徳商法や。やめとく。少なくとも黄金の羽が7枚必要。初心者にはそれ以上がおすすめ。あいつから買わなあかんのかな、あの悪徳アコギ商売やっとるやつから。買いたくねえけどな。お、この細いとこ登って、うお、なんとか登れへんかなこれ。無理か。
お、登れるやん。工夫次第。あ、無理やな、これ以上は。これ以上は無理っぽいか。無理っぽいね。なんか凍っていくんやけど、なんか。ここは雪国やから、そういう演出になってるだけか？あ、寒いと黄金の羽の力が発揮できへんねや。黄金の羽じゃあ7枚あっても無駄じゃね？なんかでかい家がある。こんなとこ来たことないね。車。建物の中には入れないよね。基本的に。今更やけど。何回も言ってるけど。危な！ちょっと待った。おい！これは登れるやつよ、普通に。もったいない、もったいない。釣竿じゃなくてね。コイン。いやーこれ届くかな。届いて。あー届いたけど、その先がないな。また雨降りだした。ここは一回たどり着いた雨のとことは違うよね。墓。なんかお墓がある。お、誰かいる。ビーチバレー？ビーチバレーできんの？もしかして。おう。一日中ゲームで遊ぶところよ。え、違うの？オリジナルのゲーム？正式に申し込みます。ビーチスティックボール対決。いいやん。やるよ。法律で決まってるらしい。大げさやな。絶対決まってない。とにかく向かいのコートに行けと。オッケー。これを拾えってことかな。はい。スティックでボールを打つ。強くね。はい。ボールが地面に落ちたらアウト。落ちちゃっても、彼女が審判だから彼女次第と。審判台の位置がおかしい。真ん中にオッケー。ネットのとこに沿ってオッケー。ネットの延長線上に。オッケー。こうかな？はい。強すぎる相手が。負けなんてないの。全員が勝利者？ボールを破裂させたら負け。協力ゲー？お、10ポイントで、なんかもらえるらしい。さあもらおう。影を、ちゃんと追っかけていく感じで、アップね。いいね。早いよ。これ10ポイントいったやろ。だいぶいったやろ。あぶねえ。ちょっとできるだけやっとこう。もしかしたら、うぅ、隠し。いやー、お前、下手くそやね、お前。どこに飛ばしてんねん。20ポイント。はい。いいねー、羽もらった。お、持ってるお金全部あげちゃう？え、ボールなくなった？え、30いったらまたなんかあるかな？間違えた。ちょっとちゃんとこの四角のところに入れてくれ。お、落ちたと思ったけど、バウンドしたように見えたけど、あいつが審判やから、ジュリーが審判やから、
続いてれば大丈夫と。あー今のダメ？サーブもオッケー。融通が効くな。てかボール割れることあんのかこれほんまに。なんかボールと自分の位置でボールの飛距離が決まるっぽいね。危ないな、その急な速い球やめてくれ。ノーコンやねんあいつが。俺基本真ん中に返してんのに、あいつが好き放題打つからさ。危ない。おい、ネットインしとるぞ。ネットに近すぎる。おい早いって。いやーそれ取れてる、取れてる扱い。あぶね、取れてる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 。だいぶ続いてるよ。やばい。オッケーセーフ。審判が絶対若干ルーズにしてくれてんのがこれまた優しいね。明らかに何回か落ちてるけど黄金の羽いっぱいくれへんかな、こんだけ続いたら。だから回数が続いたから難しくとかなる、難しくなるとかないっぽいから、もう永久に続けられそうだけど。永久にこれ動画になりそう。永久にこれ動画続くよ。マリオテニスエースをね。うわあ107ポイント。30ポイントどころじゃないけど。え？いいよ、何もいらない。こいつ心優しいな。野球帽をゲットした？おい、100超えたのに30までかよ。なんかクレア。クレアはいらんって言ってるけど。もうかぶっとこう。楽しかったよね。登ってくれ。よしよし。なんかやっぱこうね、ゲーム中に入ってるミニゲームが面白いゲームって結構ね神ゲーやからな。なんか墓がいろんなとこに分かれてあるね。じゃあ君は何してんだい？エイブリー、パルクールレースマスターを目指しているの。クールなレース？うん、レースしよう。西に廃墟になった建物があるの。えっ、何それ。いいけど俺4枚しか持ってないよな。あとどこか分かってないよな。間違えた間違えた。待て待て、あいつゴールがどこか分からんね。まずこっち、なんかあんのよな。とりあえずね、コースを覚えたい。コースってかゴールがどこかを覚えたいだけやから、1回目は。1回目から勝とうとは思ってないわけでね。こっち？あ、これか。これを登れば勝ちか。登れるんこれ、俺。あ、登れるか？あ、ギリ登れそうやな。
ノコノコレースやね。トランシーバーをゲットした。もう一回やる。次はちゃんと勝つ気でやりましょう。とりあえずゴールはどこか分かったから、基本ダッシュで進んで、ブって言われたら回復して、ここジャンプした方が多分早い。登るやん。オッケー。ここ乗って、あ、これ勝ちやろ。危な、登れる、登った、よし、はい勝ち、はい勝ち。コースさえ分かれば勝てるよ、こんなもの。認めましょう、あなたすごいわ。でも私はただウォーミングアップしてただけなの。は？またねじゃないのよ。断られたよね確か。もう一人こいつやった。もう気にしてないと。買ったのに何もくれん、あのクソ甘。ところで、どこを目指してるんでしたっけ？ホークピークを登らないといけないんやったね。うん、危ない。これなんだこれ。お、望遠鏡がある。あ、上昇気流あるね。あ、じゃあもういい、もういい、もういい。こっちか。あれ？こっちの方に見えたと思ってんけどな。上昇気流あれ？あの一個しかないんかな？同じやつかな？今まで使ってた上昇気流と。やばい、海だるい。黄金の羽を手に入れたいんやけどな。てか貝殻、俺何個持ってる？貝殻15あるやん。最初に貝殻欲しがってたやつに、ほな渡したいとこですね。でもね、どこに貝殻渡したやつがおるかもわからんのよな。問題はそこ。あと魚釣ってる意味なんなんやろ。とりあえず釣ったけど何匹か。なんか役に立つんかな。どっかで魚を欲しがってる人が、まあおるんかな。それか魚釣り勝負しようぜとか言って、でかい魚を釣る勝負を仕掛けられるかもしれない。貝殻欲しがってる子どこやっけ？こいつは？違う違う。君や！持ってきたよ15個。おいこいつ。でもさ、管理人めいて誰なん？やる気ないもんだって。俺くれへんからなあいつ。でももう一回これまでやったらなんかくれるかもしれん。ただ管理人めいが誰かわからん。
あれ、これ開けてなくね、この宝。何やっとんや。まだ開けてない宝があるとはね。コイン。いや、黄金の羽1枚100コインはちょっと高すぎんのよな。ん？コンパス。役に立つか？物が多すぎて。お、方角が分かるようになった、右上で。あれ、君話しかけたっけ？3位、残念。君は落選だよ。なんだ、この砂の町の選挙をやってんのか。砂の町は壊せないっぽいね。砂やのにめっちゃ硬い。カチンっつって。あれ、クライミングの人たちおらんくなってる。なんで？ホークピークか。あれ、君、おい、お前のおいっ子誰か知らんねん、こっちは。一旦ホークピーク、黄金の羽をどっかもっと別の場所で手に入れたいな。看板を読むのがお好きな方へ、はじめまして。はい、きっといい人なんだと思います。私もよ、一緒にレースしませんか。きっと楽しいと思います。灯台でリボンを準備したらすぐに戻ってきます。エイブリーより。エイブリーってなんかおった気するけども、誰やったか忘れたな。あ、ちゃうわ、さっきレースして買ったやつやわ。買ったのにトレーニングしてるだけなのみたいな、ウォーミングアップしてるだけなのとか言って何もくれへんかったやつやな。お、なんかいっぱい、なんかいっぱい金がある。木の棒3つも持ってるけど、3つもあってどうするんだ。ホークピークってか、黄金の羽が手に入れる方法が分からんな。ホークピークどこ行った？全体の地図が欲しい。やっぱ黄金の羽がないと行けるところがないね。暑い。君なんか言ってたっけ？あ、魚を見せたらいいの？一番でかいやつ見せるか。あ、これで金稼げる。じゃあ全部売ろう。間違えた。あれ？あ、全部だよじゃない。あ、なるほど。もうないね。はい、魚をこいつに渡すと何かゲットできるんやな。なんだ？銀色の魚が釣れた。
んか大したことなさそう。26センチ。あんまでかくない。ほぼ本人が、あ、間違えた。釣り竿を投げてる本人が海に浸かってるけど、めっちゃもう入浴してるけど、間違え、あ、間違えてない、間違えてない。なんだ？やっぱ釣る場所が違うと違う魚が釣れるね。カワマス。さあ、この辺は餌がないからね。さっきみたいに早くは釣れないけど。あれ？魚がこん。魚がこんな。こうやって移動できるもんね。釣り竿持ったまま。俺は釣り竿を持ったまま移動ができるんだぞ。あ、あんま動きすぎると、釣り竿をもう、しまってしまうね。暑い。めっちゃ暑い。君さ、誰に渡すかは、まあ、ちょっと渡す人の特徴を教えてほしいんやけど。もっと高いところに登れるんか。てか、まあやっぱ100コイン出してあいつから黄金の羽買うしかないか。あの悪徳商法から。ホークピークもう一回目指すか。ホークピークってどこやったっけ。北を知るのは基地。ああ、北側どっちか分かればいいよってことやね。シドビーチってなんなんやろな。でも多分ビジターセンターの方やから行ったことあるんやと思う。こっちかな。ちょっとホークピークがどっちだったかがわからない。あ、ついてるついてる。つけてるやん。ヘッドバンド。いいこと言うね、クレア。あれ？返してくれてけど、どうすんのこれ。一応かぶっとくか、じゃあ。お、あ、違う、釣りじゃないよ。あ？こんなとこにも双眼鏡がある。望遠鏡か。見れる意味があるのか、果たしてこれは。このワンちゃん話しかけたっけ。うん。山頂は最高。俺にはきついぜ。展望台に行くだけ。後で来てみるか。展望台？でも展望台って書いてる看板あったな。暑い。とりあえず、こっち行くか。でもあいつから、羽を買ったとて、まだ7枚にはならんのよな。まだ貝殻あるけど、一応取っとくけど。どっか使い道あんのかね。いや、どんどんいくらでもあるやん、コインとか。あ、3枚買える。あ、3枚買ったら、
7枚になるよ。この辺やったかな、悪徳業者がおるとこ。あ、おった。なんか木の棒拾った。はい、これ7枚にするわ。あーばよ。さあ7枚だいぶ増えたんで、あ、こいつ俺をバカにしてきたやつや。おい、お前はん、ザコはん、ザコが俺は登れるのよ。あら、どうやらクライミングのコツをつかめたみたいね。これ以上登れなくなっちゃったみたいだ。高すぎる。人をバカにしとったからな。お前には無理よ。いや、これさ、なんなん？いや、めっちゃ、うっ、水に入ると回復する。そういうこと？黄金の羽が。で、一回使うと、一旦使えなくなるのよね。あ、焚き火も回復するわ。なんか、何こいつ。うん。おさん、ちょっと準備が足りやしない。うん。あ、あれ温泉やったんや。池とかじゃなくて。さあ、また新しいとこ来たよ。温泉ね。ちょっと無駄に使ってる、無駄に使ってる。これ絶対羽使わんでも登れるって。なんか無駄に使ってんのよな。スコップを持ちたい。羽を回復しておきの。あ、なんか魚を泳いでるぞ。こんな温泉に。いや、なんかあの海で釣れたんと同じのが釣れたけど、そんなことある？間違えた。これしか釣れんのか、ここは。川マスしか。絶対川じゃないけどな、ここは。温泉なんやけど。あ、違うの釣れた。違うの釣れたぞ。ホワイトバス。ホワイトバスや。まあ、大体この2種類かな、釣れそうなのは。まずここで、ここに宝箱があるんだな。あんまりね、羽を使いたくないのよね。凍っちゃうから。戻っていきの。ここで回復しよう。で、上渡りつつ下も観察しながらね。今みたいに宝箱が落ちる時もあるから。コインも拾いつつ、カメラがね、そこまでの自由度がないから、
カメラで何でも見れるわけじゃないからね。うん。あー、これ上と下ありますが、喋る。おー、宝箱出てきた。コインかい。普通にコイン出してくれ。じゃあじょうろとかあるんかな、どっかに。じょうろでああいう苗に水をかけたらなんか育ったりするんかもしれないね。あれ？これ帰ってきた？一周して帰ってきたな。曲がいいね、今更ながら。お、なんか、お、こんな道があったとは。曲いいなぁ。ここは？うわぁ、これ。登れるか？登れたけど。登れたけど。登れたけどやね。ちょっとやばい。こんなちょっとでは。何もできない。羽が。うわ、これレースじゃない？あいつ。もうすぐでてっぺんだ。だけど、なんか橋が壊れちゃってる。別の方法があるかも。大粉でもっと集めろって言われてもね。届くやろ。ここは届く。終わった。終わった。マジかよー。これ以上俺黄金の羽を集める手段がわからんねんけど。どうやって登る？とりあえずコインがあるから拾う。どうやったら登れるんだ？なんかこっちから登るんじゃない？いや違うな、こっち先来たもんな俺。あ、いけんじゃない？この岩の上に登って、で、こっから頑張れ。あー、惜しい。いけそうじゃね。もうちょい羽を使う割合をなんか節約するような感じで登れば。あ、すげえ。この風に乗ったらすぐここに戻れるように作られてる。いいね。で、まずここやん。はいはいはい。まだ1枚全ては消費してない。で、ここをできるだけ直線的に登る。はい、3枚残ってる。3枚残ればいけんじゃない。ほい、よし、登った。登ったからなんだっていうか、向こうかな。いや、ちゃうな。まだ上に行かなあかんのか、これ。こっから、こう行って、はいはいはい。おー、すげえ、神ゲー。俺行けるよ、もう。
うん、行った行った、通れたよ。俺は行けるよ。これで登ればよくて、ここよ。はい、頂上じゃないこれ。はい、頂上。いや、頂上に登れる喜びがあるね、これ。ここ、頂上です。はい。え、なんだ？なんかちょっと、今までと違う雰囲気の色になってるけど、なんかこの辺。オーロラも見えますね。ついにやったわ。これがこのゲームの目的やったんか？なんだ？登ったけど。クリア？もしかして。あ、何これ？ん？電話。電波？母親に会えた？あ、ここに来たら電波がいいの？普通は山の上とか電波悪そうやけどね。うん。まあ、素敵なんかな？まあ、ちょっとま、幻想的な景色は見えてるけど。そういう年頃とかで登るもんなんや、これ。手術？まあ、この島の人と結構仲良くなったからね。え、これ何？なんか地面が揺れてる。何が起こるんだ？お！ホークピークの頂上から、上昇気流が出だしたよ。メイおばさん？誰だっけ？メイおばさんって。さあ、上昇気流に乗ります。どこ行くんだ、これは。え？あれ？スティック何も入力してなかったから、ものすごい急降下して海に突っ込んじゃった。宝の、あ、宝の地図とかあったな、そういや。どこここ、来たことないとこじゃない？何これ、バケツを手に入れた。うん、グライドならできる。これで、うおお、え、なにこれそんなことできんの、これ。そういう気の苗やったんや。なんか誰か寝てる。全然大丈夫じゃないみたい。死んじゃ、退屈すぎて病気かと思ったんやっけ。なんで咳してんねん。あ、これあれか、モーターボートのとこか。見ての通り岩の色でしょう。驚きませんね。言わずもがな、岩だからね。岩の色だからね。はいはいはい。なぜこんなにも鮮やかなんでしょう。酸化鉄が関係しているのです。酸化鉄って黒色じゃなかったっけ。酸化銅か、黒色って覚えたいのは。酸化銅、酸化鉄はもっと錆びた色がするか。このゲームのゴールが何なのかがよくわからんな。
とりあえず、かけれそうな、やつには全部かけとこう。ショートカットができそうやね。ここは行き止まり。早く泳げる方法も欲しいな。泳ぎダッシュも欲しい。まあ、モーターボートがそれなんやろうけどね。てか、メイおばさんによろしくって言われたけど、メイおばさんが誰かわからんのよな。あと、貝殻15個渡したのに何もくれやがらんかった、クソアマの次のミッションも、なんか、釜拾えるやん。こんなん落ちてた？あれ？これ何？何使えるん？物を壊すのにも使えるかもしれない。あー、なんかカーンって、スコップでカーンって言われたものが壊せんのかな？じゃあ、あの砂の城とか壊せるんかな？なんか一人で勝手に選挙やってたやつ。が作ってた。まあ、魚ちょっと釣ってきたんで、こいつに渡すか。なんだこれは、アルビノカラダマダラカワマス、レアだぞ。あ、そうなんや。へえ。釣り日誌が手に入った。うん、いちいち魚に全部、いちいちっていう言い方したらやけど、エピソードがついてんのかな、あいつに。バケツこれか。よしよし。わ、その上にもあるやん。いいね。いや、結構探索が楽になるね、この花が咲いてくれたら。メイおばさんがどこにおるかがマジでわからん。そういえば展望台に、後で会おうぜって言ってたやつがおったよな。こっちか？看板の書き方がようわからんかったけど。お、誰か走ってる。困ったものだかよ。おい、ワンちゃん。腹筋強化で、うん、ちょっと押されてるよ、他のマラソンランナーたちに。展望台どこなん？こっちって言われてもな。展望台がどこかわからん。メイおばさん、どこ？あ、見つけてない宝箱がある。コイン？コインか。これよ。こういうのが、違う違う違う、壊せんじゃないの？光ってるよ、なんか。あれ？壊せないの？なんか光ってんねんけどな。壊せないか。
なんなんだ。ここにもバケツの水が入れれそうなものがある。こんな滝流れてんのに流されへんだよな。あれ意外と汚いとこあるね。なんかおー、だいぶ登れるようになってきたわ。いやもうさ、黄金の羽手に入れる方法はあの悪徳業者から買うしかないんか。え？もう登ったけど。来学期の学費が足りない。400コイン稼いだらあいつにやるか。ここも登れるね。いやマジで登れるのはだいぶ登れるようになったわ、羽のおかげで。でもこれここ凍ってるからな。あ、これ同じとこ来ただけか。もう方向音痴には辛いな、このゲーム。同じところに何回も来て満足しちゃう。適当に行っても登られへんからな。てかえ、もう一回あの頂上から飛んでみるか。なんかさっき間違えて9個かしちゃったんで、さっきより羽も1枚多いから余裕でしょう。あ、こんなとこにバケツあるやん。バケツゾーン。あれ、なんで足りひんの？ここにもある。4枚あったら絶対いけると思うんだけどな。なんかいらんとこで使ってんねん。いらんとこで使ってんねんな。よしよし、とりあえず登った。でここでバケツ持ってかけていこう。はい、これでホークピークに登るのが楽ちんになる。お、だいぶ楽できるね、これでね。で、こっちかな。ここだと電波がつながるんよな、そういや。
エイブリーって誰やった？エイブリーって誰？てか携帯電話が、携帯電話使えへんよ。ほんでなんなん？これさ、どこに、どっかに向かえばいいんかな。いや、この苦労して登ったこの山をさ、こんな一気にブイーンって、一気にブイーンって眺めれるのいいね。これ自由を手に入れたって感じで、なんか霞がかりすぎてちょっとようわからんけど、この辺高すぎて、高すぎてよく見えないか、これ。とりあえずエイブリーはお墓の近くにいるらしいから、誰か知らんけど、お墓を目指そうと思うんですけど、お墓ってどこでしたっけ。道に迷う。君何やってんだい？あ、こいつはあれか。グライドの方法を教えるくんか。墓が、どこにあったか忘れた。なんちゅうやつに渡せばいいか忘れたって。貝殻のネックレス。木の苗を見つけたらバケツ。うん、マラソン大会はどうなるんだ。結局大会近いもんな。喋ってる暇あったら練習したいよな。薩摩川 RPG の R1 グランプリ2022のネタですね、はい、貝殻発見。君は誰だい？え？灯台の扉？いいけど、廃墟レースはでも買ったからな。廃墟レース買ったよ。なんで俺これやってんのやろ。間違えてバケツ持ってる。バケツいらん。何しとんこいつ。この辺か。っていうかお墓は。こいつ買ったのに。間違えた。なんでこれ何回もやっとんちゃうって。
なるほどね。これでスピードをつければ速くいけるってことね。ダッシュするのが一番楽やけど。は？あいつなんか知らんルート使ってる。やばい、抜かれる。さっきこれでいけたやんけ。おい、もう。早くない？あいつなんか早なってる。いや、なんかあいつのルートが、なんなんそのルート。あいつなんか変な、あいつ速い。あいつ速いのよ。あいつの謎のルートに勝たれへん。ウォーミングアップじゃなくてあいつの本域に勝たなあかんのか。これで飛べるんや。もうずるいって知らんねん。あいつの後追いをしてる時点であかんのじゃないか。もう、もうあいつ早すぎるって。
もうなんでお前そんな早いねん。ついていくかこいつに。まずここ、ここでピョンインっていく。これじゃ遅い。まあまあ早い。勝った。よーし。いや、ルート最適化が大事だわ。なんかご利用して勝とうとしてもダメよ。はい、勝ちましたよ。ちょ、ま、息が。メダル？え？さらに速くなるのか、こいつ。これ俺やん、さっきの。さっきの俺やって。さっきの俺のコースを取っとる、こいつ。全く一緒や。さっきの俺やないか。自己ベストを更新しろってことか。おもろいな。おもろいけど、それは。もう、あいつ、俺のルートを完全コピーしてる。早いな、あいつ。勝てねえよ、お前。知ってるわ。別のレースやるか。東大レース。東大レースはね、わからんのよ、俺。知らんのよ。どこを目指せばいいの？まず。どっち？どこ行くん？こっち？あ、勝った。君についてきただけやけど。もう一回やればいい？道が覚えられへんなっていうか。また俺のルートを真似するんじゃないのこいつは。やばい。あ、違うな、俺のルートじゃないわそれ。あー、こっちじゃないわ。間違えた。間違えました。もう一回。こっちやったよな、確か。え？どこ行きよん？
俺の勝ち？おお、危ねえ。またメダルや。ここで弱めに買っといた方がこいつが自分のルートを真似するからさ、いいんじゃない？これは俺のルートやわ。さっきの俺の動きよ。これこれ早くね？合ってる？これ俺あれゴール地点行き過ぎてる。こっちか。こう行けば早かったんか。どこ行ったお前。知ってるよ、ルートが覚えられへんのよ。はい、勝ち。あー、何もくれへんのかーい。自己ベスト更新しても。お墓のところに行きたいから、エイブリーっていう人がおるらしいからね、あいつに話しかけてもう一回レースすることにして、レースを放棄しよう。廃墟レースをするっつってエイブリー探しに行こう。途中で放棄できちゃうからね、このレース。この辺におるらしいけど。おるか？誰もおらんけどね。一旦ゴールしないと出てこんのかな？それか、おる場所が変わったんかな？走ってる最中？ああ、なんや。エイブリーってこいつかよ。うん、いや誰かにやってくれって母親から言われたけどさ、もうどれが誰かとか覚えてないしさ、どうしたらいいの。メダルはなんなん？身につけれるんかな？認定エイブリーよりも優れています。見た目は金のコインにリボンをつけただけ。コインだけ抜き取る。金が手に入るんか。金やったんか。ほーん、何これ。あ、コインね。なんかある。おいおい、金色の金ピカの宝があるよ。これ金の羽やん。やった。
君は誰？グッドクリーク小道。知らんな、そんなとこ。展望台。あ、めっちゃ羽があるぞ。フェザーファインダーっていう実績が開始された。10枚見つけたからかな。なんかあっちに展望台みたいなのが見えるけど、あれか。ちぇ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 、あそこ目指して飛んでみようか。いけるかな。うん。あ、待った。え、待って待って、黄金の羽。いや、どんどん手に入るけど、いや、目指す場所がわからんのよなっていうか。え、ちょっと行く場所がわからん。あ、お、やった、こいつがくれたよ。ゲームによくあるクエスト完了の報酬みたい。完全にそれやん。すごく疲れたし、あっという間は言い過ぎだったかね。あ、こいつか。こいつね、あえっていう、なんかお母さんがさ、誰々さんにもよろしくねって言ってきたやつ。うん、あ、釣りも覚えたしね。あー、確かにめちゃくちゃ100何回っていう記録を出したよ。面白かったね、あれね。俺そんなんやってないけどね。それあったとしても完全にどう思うやけどね。オンタリオ州？うん。お昼寝でもしようかな。忘れるところだった。ママがよろしくって。やっぱこいつや。本当によかった。すごくいい時間を過ごせたもん。私も嬉しいよ。いつでも来ていいんだからね。なんだ？これ終わったってこと？なんか。とりあえず貝殻渡したけど、あいつはお礼を言ってくれるか？うん。え？貝殻1個もらった？なんか。うん。まあ、あいつ自身は何もくれんかったけど、渡した相手から何かもらえたから、まあいいや。もうこんなんも登れるもんね、余裕で。もう目的は終わったんか？このゲームエンディングとかないの？あとなんかしてないことってあったっけ？もう大体やれることやったかな。あれ？こんなもんなんか？これで終了？ちょっと調べよう。あ、でもエンディングまでクリアしました。っていう。感想があるけど、エンディング？いや、でもエンディング、やっぱあの母親に会うところがエンディングだったか？っ
って感じやな。エンディングってなんなん？エンディングっぽいエンディングはなかったけど、やっぱ母親に会うところが目的だったっぽいね。まあ自由度がかなり上がりましたよ、黄金の羽のおかげで。多分そうね。ということで、うん、一応クリアってことになったんかな。もうちょいボリューム欲しかった感はあるな。あとまあながらでやったからストーリーを満喫できなかった感も否めない。なん、え、ある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 。黄金の羽がある。まだある、まだあるんよな。羽が。ほいほい。13枚になったよ。まあ、一旦のエンディングを見たら、もうあとは、動物の森かなって感じはするね。すごい登れるようになったね君は。お、宝があるやん。コインの使い道ももうないんよな。でもな、バケツ拾った。ゴムの花。ああ、知ってる知ってる。あ、バケツは手に入れれる場所が一箇所ではないんやな。金。道が細いよ。うん、ちゅうわけで1回で完結しましたけども、まあここまでにしましょうか。うわ、やっぱなんかさ、イベントがさ変わってるんよな。しょうもねえな。まあ普通だぜ。ホークピークを制覇、あ、こいつも制覇してる。どういう意味や。じゃあ行けてないってことか、てっぺんは。見え張っとんな。うん、自分の目で見てくれ、あの景色は。うん、ほんなまあ終わりにしましょうかね。いや、なんかもうちょっとこう、あれやな、終わった感が欲しいな、一旦。一旦スタッフロールを流してほしい。あ、てかもうこっちの正規ルートから通れんじゃない？正規ルートから登ることもできるようになったんじゃない？危ない。あー、無駄遣いしたかもしれん。いや、ちょっとさすがに厳しいか。
お、正規ルート攻略もできるようになった。黄金の羽が集まりすぎて。もう母親と電話できへんのかっていうか。ということで、ホークピークの頂上でこの動画は終わりといたしましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら。